それでは明日です。コラボで衣装チェンジしてます。なんでこの衣装なのか、おはスタチャンネルをチェックしてね。そして今日はスバミオデコロンコンテストの対象作品が決まったので、その衣装がついに完成しました。おスタチャンネルで、ね、変身しちゃうからみんなお楽しみに。ということでドラグニールアートはやらしてオッケー。早起きは超ラッキー。おはスタ、おはスタ、ラインアップすればスペシャルベストのチャンス。今日はこちらサイン入り特製パネルと山梨階段グッズを1名様にプレゼント。さあ今日はホットモンプロデューサーあまりちゃんからのリクエストで、ゆうゆうが大開脚に挑戦するから参加してね。制限時間は5秒。はい、せーの、おーおーおー、開きます。よっしゃ頑張れ。おおおお、うわすごい、すごいね。ダンボールが余って何かに使えないかなって思ったからね。確かにダンボール増えちゃうよね。さあ一体どんなスポーツが生まれたのか。お、なんかさらっているけど、あなた2ヶ月ぐらいいなかったよね。 VTR スタート。チャコスホップ、みんなおーはー、スポーツの翔平お兄さんだよ。そしてこっちは見たことないキャラクター、ナイキャラクター。見たことない。お兄さんは見たことないスポーツを作る天才なんだ。ダンボールを使ったスポーツとは。あ、思いついた。その名もダンボールスパイ大作戦。まずはダンボールを切り開いたものをいくつか準備しよう。このダンボールの後ろの方に隠れる人とボールを持ってダンボールを当てる人に分かります。なるほどね。はい。どこに隠れてるか分からない状態でこのボールを投げます。なるほど。当たったら当たった。より少ない球数で隠れているスパイを見つけられたら勝利。まずはお兄さんがスパイ役。隠れるね。オッケー。お兄さんが隠れたのは。2列目の真ん中。いいよ。よし、いくよ。マジでわかんないな。ナイキャラくんは何球でお兄さんを見つけられるかな。お兄さんがいるのはここだ。それ、お、いない。くそ、思ったより悔しいし楽しい。2球目。3球目でもお兄さんを見つけられず、4球目。お兄さんはここだ。おれ、あったった。続いてはナイキュラ君がスパイ役。じゃあ隠れます。するとナイキュラ君に不審な動きが。なるほどね。歩き回ってるな。時間かかるな。あれ、そんな顔してたんだ。迷うか。見せたらあかんとこ見せてる。いいよ。よーし、じゃあ行くぞ。ドハハハ、めちゃくちゃ分裂してるんだけど。だいたいこういう作戦って1個じゃない。お兄さんは何球で見つけられるのか。
やったー、作戦に溺れた感じだよねこんなスポーツ見たことあるかな。見たことない。いやー面白かったね。ちょっとゆうかちゃんもぜひお友達と遊んでみてね。さあ続いてはこのコーナー、おしまい、バランス覚えてシャルババーン。ありがとうジェントルマン。これくらいのことも知らないとはつくづく初心者だね。ジェントルマンの正体は今まで謎に包まれてたんだけど、先週のアニメで謎の少女乙坂シオンだと分かったドラ。ジェントルマンとシオンの活躍が今後も楽しみドラ。ということで今日は中身の正体を見破るゲームドラ。さあではジェントルマンの正体がババッと分かったところで今日のゲーム行ってみましょう。中身を見破れ、あやくりものぼけ、誰だろうな。今からおはスタメンバーとおはともが考えたものぼけをゆうゆうにやってもらうドラ。ゆうゆうには抽選ボックスから1枚くじを引いてもらい、そこに書いてあるモノボケをその場でやってもらうドラ。3対3の2チームに分かれ、それぞれ誰が考えたモノボケかを当てるドラよ。負けたチームの代表者にはドラが白い粉でお化粧してあげるドラ。やだー。さあみんなも分かった通り、ゆうゆうが一人だけ大変なコーナーです。頑張れ。さあまずはスバニーチームの誰かが考えたモノボケをゆうゆうにやっていただきます。それではゆうゆう抽選ボックスから1枚引いてください、ね、スバニーチームにはねゆうなちゃんもいるからね。ゆうなちゃんもいるからと、はい、頑張ろうぜ。ゆうなちゃん、こうた、誰かのが入ってます。3人のうち、あ、分かった。2人です。じゃあ前の方に来ていただいて、さあスバニーチームの誰が考えたモノボケなのかヌアラチームに当ててもらいます。それではあやつりモノボケだらだろんな、いえいえお願いします。はい。お、何を、あれ、おバットとグローブ、あ、なんだ、あ、ホットドッグうまい。面白いじゃん。あれあれ、さあではヌアラチーム、今のモノボケスバニーチームの誰が考えたのか。いや取ったよね。すごいね。いやでも一人終わった後異常に喋るやつ。
お母さん、おにぎり大きすぎるよ。全員が口を閉ざしている。ドラちゃんだけめっちゃ笑ってます。これは可愛かったと思うんだけど。スバニーチーム、今のモードボッケーのヨラチームの誰が考えたのか、じゃあゆいなちゃんに答えてもらいましょうか。いっちゃおういっちゃおう。じゃあお答えください。ゆいなちゃんお願いします。ドラグニル。ドラグニル。さあ中身見破れたのか、うん、それでは正解お願いします。頼む頼む。誰だ。ドラです。ドラちゃん喋んなって言ったやん。見破り成功でございます。ということで両チーム見事正解でございます。ただやっぱりちょっとね、罰ゲームもありますから。でもさ、もう両チームがあるということで、もう罰ゲームはもうお兄ちゃんということでいいんじゃない。そうだね。いやだってもう両チームもこれ引き分けなんで、お兄ちゃん、はい、一人だけモノボケしてますね。はいはい、で僕がこっち食べたら帰りますよ。今一番食べたいオムライスの紹介だ。お兄ちゃん
なの。ねえ、トロトロだよ。美味しそう。あ、これめっちゃ美味しそう。新カードパック極点流明、新カード追加。卵ご飯にチャーハンの素ガッツ炒めるだけ。このうまさはおいチャーハンだよ。チャーハンのことなら長崎へ黒チャーハン出た。豚肉キャベツとくれば焼きビーフン、焼きそばとは違う美味しさがビーフンだ。グルメ焼きビーフン。ほこらの屋上に登った松丸くんたち。光が差す先は随分遠いぞなね。そうですね、しっかり準備していく必要がありそうですね。松丸くん、お願い、ここでいいの頑張る問題出すから解いてほしいの。新たな力に目覚めたいいのから頑張るタイプの謎解きが出てくるよ。頑張ろう。頑張ります。文字が書かれたオーブを並び替えて言葉を作るの。言葉？でも一つだけ変わないオーブも入っているの。ふのオーブは使わないみたいだね。他の6文字でできる言葉は。へん、めいへん、松丸くん、しっかり答えるぞな。膨大点。よし、そろそろ選択だ。ゆうゆう、なんだと思う。うん、6文字をこう並べると言葉ができるよね。いいの、答えは展望台だね。天才ゆうゆう、とってもよく考えられた楽しい謎解きだったよ。頑張るタイプの謎解きも楽しいの。今回も収穫たくさんありましたね。お宝はなかったけど村に帰るぞな。はい、頑張るタイプの祠で新たな力に目覚めたいいのだった。今日のお天気です。大阪と東京は晴れが、その他は曇り雨となりそうです。最高気温は福岡から東京で30度を超えて蒸し暑いでしょう。以上お天気でした。さあ、来たる9月23日の春分の日、池袋サンシャインシティ噴水広場でおはスタ25周年を締めくくる超ビッグなイベントを開催ちゃいます。その日ついに新おはガールが決定ちゃいます。イエー。さあ、来週からおはガール練習生について生放送中に投票企画を行うぞ。みんなぜひ参加してね。よろしく。みんな投票お願いします。あなたたちの投票1票で私の人生が変わらない。そんなことない。よし、一緒にいるとまた散らかしてる毎日がもっと通信しよう、楽しくなる。たまごっちスマート。この子たちはサンリオキャラコラボも。かわいい。映画最新作から覚醒した孫悟飯、オレンジピッコロ参戦。チェンジスイッチ孫悟空、なんとシェンロンがカードになって登場。スーパードラゴンボールヒーローズウルトラゴッドミッション3弾、激アツのダブルキャンペーン。テレビアニメもクライマックス、感動の冒険を今こそ映画館で。夏の思い出ゲットだぜ。25周年ポケモン映画祭、あの出会いを、あの別れを、
スクリーンでもう一度映画を見ると数量限定のプレゼントがもらえる。詳しくはホームページへ。さあここでおはどものみんなにお知らせだ。西武池袋本店のアニバーサリーストアで9月6日まで奈良市階段のカスタムアートデーを開催中。さあ例えばこちらパンクトランカーズのアイスフィギュアとムクロジがコラボしたフィギュア、さらに日向香織さんが作ったプーカのフィギュアもあるよ。いやぜひ行ってみてね。はい、よろしく。さあそしておはどものゆうなちゃん、今日はどうもありがとう。なんかね、なんか新学期目標にしてることとかってある？早寝早起きを頑張ってお母さんに怒られないようにするねえ、ねえ、夏休み明けだと早寝ね、あの早起きとか難しいもんね。ちょっとということでぜひねおはスタを見て朝元気いっぱい学校に行ってちょうだい。さあということで今日も元気に。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。うちの朝はお茶漬け。やった、目覚ましかけて7番へ。いいぞ。ほらほら、煮込みラーメンだ。イエーイ。ラーメン、野菜、煮込むと美味しいよ。うん、野菜も美味しい。美味しい。うまい、長谷園の煮込みラーメン。住まい探し、こだわり上手。